女子アメリカンフットボールの多くのリーグでは男子選手とほぼ同様のルールでプレーされているがボールはより小さいものが利用されている。アメリカ合衆国ではセミプロまたはアマチュアレベルのものが多い。ハイスクールやカレッジでも女子チームがあるのはほんのわずかだが女子選手が男子選手と共にプレーすることが認められているチームもある。日本には関東にレディコング、東京コルツ、 イーグルス、東京ブレイズ、関西に、クラブワイルドキャッツ、FF ラングルズが創設された。1991年から2000年までは、クイーンボールが開催された。ドイツ、オーストリア、フィンランド、スウェーデン、イタリアなどで行われている。大部分の女子アメリカンフットボールリーグと、ランジェリーフットボールリーグには大きな違いがある。ランジェリーフットボールリーグは、 セックスアピールを売りにしており、防具も簡素なもので、肌の露出が多い。より狭いインドアフットボールのフィールドで行われるため、体の大きいディフェンシブラインマンが必要とされない。ありがとうございます。